Thank you.
ストレートのチェイサーとボディー&ソウルでした。次はドラムのシュウさんにお願いします。まあ、ジャズあまり、馴染みのない方はジャズ何なんだろう、一体みんな何してるんだろう思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、ジャズっていうのはロックと違いましてですね、ワンテーマ、まずテーマがあって、テーマを最初と最後に演奏します。でテーマの間に皆さんのソロが入ります。で皆さんそれは全部アドリブで、今日の演奏はもう二度とは弾けません今夜限り。だから本当ワンチャンスみたいな感じなんですね。だからその瞬間のすごい緊張感と、なんていうんですかね、自分の中のこのどれだけのものを出せるかっていうのがジャズの楽しみってことになります。で今度はドラムがシュウさんです。シュウさんも遠くから今日ありがとうございました。次はね、また2曲続けてお届けするんですけれども、 If I should lose you、In a sentimental mood、 これは皆さんも、まあ、ちょっとご存知かなと思うんですけれども、準備は OK でしょうか。じゃあ、 今夜1回だけの演奏を皆さんお楽しみください。
Thank you.